どうもこんばんは、NGM のたけしです。ダイナスティの発生です。ダイナスティのフグです。本日ですね、フラグメント V バーのゼログラビティセッティングを探せをやりたいと思います。最近、はい、すげえ思うんですけど、はい、まあ、フラグメント見ることも増えたのもあると思うんですけど、やけにみんなやはり火炎 V バー。そう、確かに、うん、日本だけじゃん。それこの間のさ、グアテマラでやってたやつ、小沢あれ、マジ誰一人男子でストレート使った人いないの？男子はダウンが多い。ダウンじゃなくても可変使って人に出してる人が多いですね。ということで、どれぐらいにいいんじゃない？こういう人いたよね、ドイツに。これはない。はい、ということで、いいね、いい角度っていうのを探して。でエリソンとかと似た角度に一番最後にして、どんな打ち感がするか、はい、減ったか、打ち感がするか、減ったか、打ち感ダメだったお前打ち感がするか、やっていきたいと思います。で、今最後に9オンスぐらいかな、アルミ挟まってんで、多分実質9オンスぐらい、多分そんぐらいだよね。そうだろう、うん、みんな最後に9オンスぐらい積んでるんで、それで実際に打ちやすいのか打ちにくいのか、そしてフラグメントはどの角度が一番強いのかっていうのを試していきたいと思います。自信のほどはいかがですか？え、これ飛ぶ打つですか？なんか魔改造されてかわいそうになっちゃってるんですけど、じゃあ僕と服部で探しますので、ミエさん、セッティングの方よろしくお願いします。はい、頑張ります。お願いします。はい、ということで、ゼログラビティセッティング、まず第1番、ダイナスティで1、ほぼ水平5で打ちたいと思います。こういうセッティングした人は見たことあります？ない。ないです。でもさ、これ下に下ろしてる人は見たことあるよね。あ、確かに。カミンスキーとかは一時期めちゃくちゃ狭かったです。カミンスキーは一時期、じゃあカミンスキーのまずストレートバージョンを打ってみたい。はい、めっちゃ引きにくい。打って大丈夫なの？これ腕当たってませんそれダメだろ。なんかアームガードが違う仕事してます。打てません、はい、打てません。第1位はなんだそれ。はい、続いてこれは打てるんじゃない？打って見たことあるの？まあなんかそんな感じの雰囲気は見たことありますね。よし、行きます。おそらくさあ、めっちゃ引きにくそう。引きにくそう、なんか変えてし、それネジが長いだけ。これはね、カミンスキーがもうちょっと下でもうちょっと開いてたことあったよね。そうですね、プロディジーぐらいですね。そうだね、3分の2カミンスキー状態。これが今3分の2カミンスキー状態です。あ、でも案外様になってる気がする。まずね、自立する弓が回らないで、このまま自立するわ。これ飛び出しすごいふわっといってましたね。ボイヨーンってなって今こんな感じだった。ボイヨーン、はい、はい、続いてカミンスキーに行きましょう。お、すごい、携帯でメールをチェックしてたらカミンスキーになった。どう、これでカミンスキーっぽい、うん、ぽい、すごくぽいです。エリソンとかはもうちょっと上に上げてる感じ？もうちょっと高いですかね。もうちょっと高い。じゃあカミンスキー、ハロージェイク、カミンスキー、はい、カミンスキーフォーミュラですらなくなっちゃった。おお、もう打った後に弓がこう何も動かない、水平、そして引きも別に軽くならない。打ってみる、一回
似合わない似合わない似合わないですか似合わないですか、まあ、もうこの時点ですごい最初になる。フルドロー入れた時にズシッって言いますね。これインドアは一見、まあ、打ってないこともないかもしれないけど、これアウトドア70で打つのもただの筋トレです。足の間にこう入れて、あ、そう、こうやって、次、エリソンに行こう、エリソンに。これなんか国内でよく見るとこんなんじゃない？ヌッキーってこんぐらいだよね。ヌッキー何度なの？ヌッキーなんとか、コメントちょうだい。ヒラ企画は40から45まで立ってました。でダウンは下のロアブッシングの位置まで下げてました。おー、急に打ちやすくなった。すごいアンカリングした時の無重力感もある。指軽くなる。ちょっと指が軽く感じるけど、まだ当てはまってない気がする。もっとなんかふわーって弓浮いてくるから。でしょ、経験したことないんですよ。あ、そういうの？あんまりダウンにしたことないから。フォーミュラの時ダウンにしてましたけど、なんちゃってダウン、なんちゃってダウンじゃなくて、私も下のブッシングよりちょい高いかなぐらい、あのビースティングで使ってました。ちょっと広いな、多分これだと。もうちょっと狭く。それなんかヌッキーっぽいな、多分。これ打てないですよ。それあれ打ったらこれ打てない。それは無理だ。これは打てない。去年のアーチはみんなダメなんでね、やっぱりね。両方とも35にしました。これでエリソンっぽいよ。35はお手式でもありますもんね。あー、まあ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 、中では一番打ちやすいですね。35、一回35以上はまた欲しいけど、もう少しなんか完璧には開いても良さそうだけどね。なんか日本人海外に比べてすごく腰が弱いから、打った後に落ちちゃう人も多くて、そうするとダウン角だと渋いっていう話はなんか聞いたことがあるけど、落ちちゃいますね。大丈夫、最終的にほら親指で押し込む人が多いから、はい、そうすると話が変わってくるらしい。いいじゃないですか。いいかも、いいかもしれない。はい、はい、ということで、
なかなかやっぱりエクステンションなしの直付けって結構俺らからするとハードルが高いんだよね。そうですね。やっぱりこの4インチぐらいにつけるっていうのは俺も全然使えるんだけど、はい、俺も直付けは結構難しかったんで、私もフォーミュラーの時直付け試してみたことはあるんですけど、うん、やっぱり難しいです、ね。まああとスタビも14-30が欲しいっていうところもあるから、はい、そこまでしてまで直付けを試してみたい人はぜひ。あとエニグマ意外とやっぱりいいっていう。あとエニグマは15-30っていうのが歩みにあるんで。あ、確かに。そう、試せます。めっちゃいいね。15を試してダメだったらなそれ、フラグメントと一緒に試したら。そうなんです、フラグメントもお題目ありますので15-30グラグメントダウン使ってみたいけどちょっとダメだった時怖いなっていうのねあるかもしれませんけど、お題目があります。仕事中はい、ということで、はい、ぜひ皆さんグラグメント試してください。はい、試してみてください。はい。